ザ・ステュージ,ーズ,ュージーズ・ザ・スト・ s ジ u はアメリカ合衆国出身のロックバンド。1960年代末のガレージロックを代表するグループの一つ。フロントマンイギーポップの過激なパフォーマンスが特徴で、後のパンク、ニューウェーブに大きな影響を与えた。2010年、ロックの伝道入り、ローリングストーン市選出。 歴史上最も偉大な100組のアーティスト第78位。1967年、ボーカルのイギリ・ポップ、イギリ・ポップ、ギタリストのロン・アシュトン、ロン・アシュトン及びドラマーのスコット・アシュトン、スコット・アシュトン、ロン・アシュトンの弟のアシュトン兄弟、そしてベーシストのデイブ・アレクサンダー、デイブ・アレクサンドルによって結成される。初期はサイケデリック、ステュージズとして活動していたが、 後にザ・ストゥージーズに名乗りを変える。ストジとは、ボケ役、マヌケといった意味。1969年、元ベェルベット・アンダーグラウンドのジョン・ケールのプロデュースにより、デビューアルバム、イギー・ポップストゥージーズ、ザ・ストジスを発表。全米最高106位と、商業的には成功しなかったが、同じエレクトラレコードに所属する MC5 と並んで、ガレージロック。 オリジナルパンクの代表的存在と目される。フロントマンのイギーは客の注目を引くため、ステージダイブをしたり、ピーナッツバターを体中に塗ったり、ステージに散りばめたガラスの破片の上を転がったり、するなど、体を張ったパフォーマンスを展開した。1970年には、セカンドアルバム、ファンハウス、ファンハウスを発表。同作では新たにサックスを加え、 スティーブ・マッケイ、スタイブ・マッケイが参加している。ところが、売り上げは、前作より伸び悩み、チャートインすら果たせず、エレクトラとの契約も打ち切られる。さらに、アルコール中毒になっていたデーブが解雇され、ベーシストは、ジーク・ゼトナー、ゼケ・ゼトナー、ジミー・レッカ、ジミー・レッカと目まぐるしく入れ替わった。また、イギーを筆頭に論を除くメンバーはヘロインに溺れ、 活動休止状態に陥ってしまう。1971年、イギーはデビット・ボーイに出会い、ボーイの協力の下でアルバムの制作を開始する。当初はギタリストのジェームズ・ウィリアムソン、ジェームズ・ウィリアムスンに新たなリズム隊を肩編成となる予定だったが、結局アシュトン兄弟を呼び寄せることとなった。ギターはジェームズが弾くことになったため、ロンはベースに転向した。 1973年、ローパワー、ローパワー、放題は、引力魔人を、イギーザ・ストゥージズの名義で、コロンビアレコードから発表。ボーイがミキシングを担当した。しかし、全米182位に止まり、ツアーの途中でコロンビアは、レコード契約を解除。ボーイの所属する、メインマンマネージメントからも見放された。翌1974年2月、 イギーのヘロイン中毒、活動の行き詰まりなどが原因で、ステュージーズは解散した。解散中の1975年、イギーはジェームズと共にレコーディングを行い、1977年に共同名義のイギーポップジェームズ・ウィリアムソンとしてアルバム、キルシティ、キルシティを発表。また、ロン・アシュトンは三代目ベーシストのジミーレッカー。 元 MC 後のドラマーであるデニス・トンクソンだとザニュー、オーダーを結成し、アルバムを発表した。1977年、インギーは再び、ボーイと組んで、ソロデビュー。バンドでは得られなかった商業的成功を手にする。1997年、インギーがミックスをやり直した、ローパワーを新たにリリースした。これはボーイによるミックスに対する不満の声に応えた、もので、 イギー自身が、どの曲も音が全部振り切れる食いボリュームを上げて、すごく激しいミックスになったと語る仕上がりになっている。2003年、イギー・トロン、スコットの3人に、元ミニットメンのマイク・アットをベーシストとして加え、29年ぶりに再結成。後に、スティーブも参加。2007年、34年ぶりのアルバム、ザ・ウィアードネス、ザ・ウィアードネスを発表。 2009年1月6日、ロン・アシュトンが死去数日前に心臓発作で倒れたものと推定された。2010年、ロックの伝道入りを果たす。授賞式でのプレゼンターは、グリーンデーのビリー・ジョー・アームストロングが務めた。2013年4月、6年ぶりの新作、レディ・トゥ・ダイを発表。亡くなったロンに代わり、ジェームズ・ウィリアムソンが約40年ぶりに復帰。 2014年3月16日、スコット・アシュトンが死去。2015年10月11日、スティーブ・マッケイが死去。2016年にジェームズは、もはやバンドは機能していないことを明かし、解散宣言のない事実上の活動停止を公表。イギー自身は、ソロ活動にシフト。2017年、ストゥージーズのドキュメンタリー映画、ギミー・デンジャーが公開。 ローリングストーン氏の選ぶオールタイムベストアルバム500においてファンハウスが191位ローパワーが128位にランクイン特にイギー・ポップストゥージーズはオールタイムベストデビューアルバム100とともにそれぞれ185位と66位にランクインセックスピストルズダムドピート・ド・ハーティスレイヤーデフレパードガンズローゼズデッド ホットチリペッパーズ、サウンドガーデン、レイジ・アゲンスト・ザ・マシーンなど、後世の名だちたるバンドやミュージシャンに影響を与え、彼らにこぞってカバーされている。特にジャック・ホワイトは、ファンハウス、ジョン・ライドンとカート・コバーンは、ローパワーをベストアルバムに上げている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。